ウェファー、ヨーロッパリーグでフランクフルト、優勝した。やってくれました、フランクフルト。死闘の末に PK 戦制して EL 優勝。鎌田大地、長谷部誠は、この新 G 代20年ぶりの快挙達成です。鎌田は120分間フル出場し、3人目の PK キッカーを務めて見事に成功。長谷部誠は58分からピッチに立ち、キャプテンマークを巻いて登場。後半鎌田大地にビッグチャンスが訪れたが、残念ながら決めきれず。このシーンを決めていれば鎌田は完全にヒーローだっただろう。非常に惜しいシーンだった。このループ、決まって欲しかったぜ。鎌田は PK のキッカーも務めた。このコース、度胸がすごくないと蹴れないコースだ。プレッシャーも凄まじかっただろう。ここで鎌田と長谷部のスタッツも紹介しよう。鎌田と長谷部はチーム4番タイの祭典。鎌田はループがビッグチャンスカウントで 0.5 されてるからそれを除けばチームナンバーワンの出来。長谷部はデュエルがなんと全勝。守備スタッツがすごいことになっている。両者ともチームの優勝に素晴らしい貢献をしたと言えるだろう。フランクフルトには本当におめでとうと言いたい。ここまでの道のりには強敵もいた。バルセロナ、ウエストハム、リーガやプレミアでも順位が上のチームだ。特にバルセロナに勝ったのは本当にすごい。低迷したとはいえあのバルセロナだ。今季のヨーロッパリーグは最高のフィナーレで終わりを告げた。公式ツイッターでも、最高の選手たち、最高の家族、どこにいようがどんな時でも心は一つ、みんなに、すべてにありがとう。スプルトガルトの残留の時の盛り上がりもすごかったけど、フランクフルトもやばいぜ。ドイツ、熱すぎる。駆け足ですが以上となります。いつも動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録まだの人、どうか登録お願いいたします。本当にお願いいたします。